さあ西陣のシリーズです。ちゃんぽんの有名な店知ってます？行ったことある。あります。はい、あっちゃん亭って言うんですけど、あそこあっちゃん亭って言ったっけ。あっちゃん亭だと思うんですけどね。もう随分と向こう行って、はい、左側に曲がったところです。そうはい。多分こっから左側だと思う。はい、ああほらほら、あ、ちゃんぽんって書いてある。 あそこです ね。あそこ、あそこ、これ見てください。長崎の親父が作る本場新規中華街の味。あーいいですね。あっちゃんぽん、あーいいですね。いいですね。はい、いや、めっちゃくちゃうまいですよ。じゃあちょっと許可取りに行きましょうか。じゃあ許可を。じゃあ、すいません、実はですね、私中島と言いまして。 OK です。あ、よかったです、よかったです。いやー、すごいよ。失礼します。ガク、どれ行く？あ、まずちゃんぽん。え、そうですね、とにかくここがもうちゃんぽん。はい、ちゃんぽん。はい、ちゃんぽんだけでいい？うん、いいっすよ。わかった。あ、ちゃんぽん一択で。ちゃんぽん一択でいきましょうか。うわー、来た。すみません、よろしくお願いします。じゃあ、はい、ちゃんぽんお願いします。醤油と酒と胡椒のみ。うわ、化学調味料も一切使ってないので。ありがとうございます。ガク、これ見て、美味しそう。綺麗だよね。綺麗、ものすごく美しいよな。うわ、美味しそう。すっごいうまそうだよ。じゃあまずはスープからいきます。うわー、このとろとろの、うまい、本当にうまい。あー、すごい。あのね、鶏の旨味が本当にじわーっと優しく全体に馴染んでる感じ。いや、これすげーぞ、ガク。うわー、
まずスープに圧倒された。で、野菜がもうね、すごい、うわすごい、いただきます。あのね、結局ちゃんぽんの何が難しいかって言ったら火の通り加減なんですよ。もうめちゃくちゃ美味しいです。旨味が残ってて、それで優しい感じの甘みが出てる。めちゃくちゃうまい。これさ、すごい。いやだってね、あのここに書いてあるんですけど、スープは国産若鶏の新鮮な殻を毎日大量に水のみで炊いて仕上げてる。で野菜は福岡産のものを中心に糸島、大分県久須、その他国産の新鮮な野菜を仕入れている。で麺です、当店用に鍋炊きに負けない硬さに製麺している。だからもうここのお店用に作った麺だ。うわあ、どうですかこれ。うわ、これは、じゃあ行くよ。ちょっとさ、すごい口の中で弾力、それから麺のうまさ。結局鍋炊きっていうことは鍋の中で炊いて麺に味を染み込ませるわけですよ。その一体感。いや実はね、かまぼこ、これだってわざわざ長崎のあのかまぼこ屋さんから取り寄せてんだって。長崎の近海で取れた魚から。結局さ、かまぼこもこうやって炒めてちゃんぽんに入れたらやっぱ味が出てくるんですよ。それ完璧です。いやー、ガクすごかったな。いやー、一つ一つが完璧で、で合体してさらにパワーアップ。あっちゃんていです。